はい、どうもエナジー福田です。今日はこのビシオかなのランディングジョイント、これがですね、普通の畳んだ状態からパコって開けるだけじゃなくて、ちょっと見えてるかな、なんかスナップみたいなのついてるんですよね。そのスナップによってネットがピタッと密着するんで、欄干時にも快適になるらしいので、実際に取り付けから快適になるのかっていうところまでやっていきたいと思います。でこれメーカー見たらプロックスやったんですよね。今使ってるのもプロックスの結構評判がいいランディングジョイントですねになってます。使い方はこの中にあるらしいので、ちょっと一回見てみますね。説明書がこんな感じですね。取り付け方法は同じ感じかな。ちょっとその前に今この状態、ネットが広がってる状態でどんな感じになるのかやっていきたいと思います。まあ、こういう感じにランディングネットつけてるとするじゃないですか。広がってますね。で今回ライフジャケットにつけました。そしてやぶこぎをしてるとき、こう歩いてるときにこういう感じですね。ちょっと今めっちゃ大げさにやったんですけど、ここが人一人分しか通れないような草のとことかだったら、このネットが枝とか、まあ、こういう木なんでガシッとは引っかかんないんですけど、こういう枝とかだったら引っかかってしまってガガガガってなっちゃうんですよね。なのでちょっと欄干がしづらい、でっかい網のときはね。網が小さくなったらペタッとなるんでまだマシなんですけど、ここがどう変わるのかチェックしましょう。まずはこのつけてるランディング欄干シャフト外しますね。欄干シャフトじゃないや、欄干シャフトは本体ですね。ランディングネットの名称です。このランディングネットも短くておかっぱりにめちゃくちゃいいんで、欲しいなって思ってる人は、値段もめっちゃ安いんですよね。おすすめです。はい、外しました。はじめにネットリサーサーを本体から外してください。ネットリサーサー、あ、これですね。このスナップみたいな。外れた。ここ下に動かしたら外れました。ネットリサーサーがこれですね。なくしそう。そしてお手持ちの玉編みに取り付けてください。ランディングネットに取り付けてってことですね。先に回して、でこの青色のとこにネジがあるんで、ランディングネットにセットしていきます。あらら、はい、9割ほど締め込んだらロックナットを軽く締め上げます。その際写真のように本体と玉編みを平行にすると便利です。こういう感じですね。ランディングネットと、このパーツを平行にして、あ、違うわ、こうだ、この状態で締め込むらしいです。この状態でこの青色を締め込んでいきます。はい、締め込みました。ずれないところまで。さらに本体を締め込み、本体と玉編みが写真のように直角の位置になるようにロックナットで調整しながらしっかり締めていく。なるほど、この向きでは使わなくて、ここから締め込むためによいしょ、下の方に今締め込んでます。でここで動かなくなったんで、ちょっとナットを緩めます。ナットを緩めてちょっと締めて、難しいな、多分この位置でガシッと固まるところにするみたいですね。よし、こんなもんかな。あ、じゃあちょっと違う、よし、できました。ちょっとずれてるけどまあいいや。で玉編みとの取り付け、ネットとの取り付けが終わったら本体にしっかり取り付ければ完成です。あとはこの棒の方に取り付けていきます。これは簡単ですね。このエナジーステッカー、釣り場で僕に会った時にお声かけしていただいたらプレゼントさせていただきますので、お気軽にお声かけください。はい、こんな感じかな。ちょっとこっち側のネジが緩んでるっぽいんで、まあまあこれでいきましょう。で次ネットリサーサーですね。これですね。ネットリサーサー、ん？ネットにリサーサーをスナップで取り付ける。ネットがあってこの部分みたいですね。先端じゃなくてこっちの部分、お尻手前の部分に、まあ、スナップと一緒です。なんか特殊なスナップですね。開け方が分からん。開きました。まあ、これ適当でいいんでしょうね。カチッと取り付けます。テンションがかかるようにリサーサーを引き上げる。あはははここリサーサーですね。ここを引っ張ると引っ張ります。そしてこのパーツをこの隙間に持っていきます。ん？こっちよね。こっちが逆だ。違いました。これを引っ張ってネットをまず折りたたみます。折りたたみました。そうすると。こっちにさっきのパーツが来るんで、
もう一度ここ引っ張りながらパーツをこの隙間にセットします。そしてここ戻す。そうするとネットが固定されました。ほう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 。移動時にはこんなコンパクトになりました。さっきは結構ブヤンって広がってたはずなんですけど、めちゃくちゃコンパクトで、使うとき魚がかかりました。ここですね、この横を引っ張るとネットリサーサーがもう外れてるんですよね、この状態で。やりますと魚が釣れました。ネットをよいしょ、あ、もう外れました、リサーサー。そしてそのまますくうと。はあ、はあははあ、あ、いいかもこれ。その最初だけこのパーツ取り付けがちょっと手こずるような気がするんですけど、慣れてしまえば、でそんな頻繁にカチカチするもんじゃないんで、一回やってしまえばもう大丈夫そうですね。閉じて、でその時に一緒にちょっとこう見せようとしてるからちょっと難しいですけど、普段やったら地面に置いたりしてやれば簡単だと思います。あーでもこっち側にしちゃったから手に当たるんですよね、このリサーサー側が。逆で良かったかもしれないですね。そっか、逆か。今こういう向きのこっち側につけたんですけど、ネットって開くとこうじゃないですか。開いた時の下側につけないといけなかったですね。逆でした。開いた時の下側、こっちの向きですね、にこのスナップを取り付けますと。で閉じた後にこういう感じになるんで、上からセットしておく。そうすればさっき内側から来てたんで、ちょっとここネット開くパーツが触りづらかったんですけど、あっち側からこうネットが来てるんで、まあ、結構シュッとするし、尺あれ逆かな、まあ、ここは好みでやってもらったらいいと思います。個人的にはこうネットのお尻側から手前につける、この向きの方がやりやすいかなと思います。取り出してカチッと外したでシャキン、はい、という感じでセットするとガーンとなってるかなぐらい。ここの盛り上がりは仕方ないんかな。これやってないとこれぐらいになるんですよね。見えてます？こっちの方が分かりやすいですね。やってない状態こういう感じにブラーンと広がってるんですけど、これをネットリサーサー、名前合ってるか分かんないですけど、これで固定しますと結構シュッとなると。ほら、まあ、ここはたるみますね。ここたるむんで、ちょっと真ん中あたりから引っ張り上げると、ちょっと一回やってみましょうか。でも推奨されてた場所はここなんですよね。これがマックスの位置です。ネットのど真ん中ぐらいに一回やってみましょうか。ここが一番膨れるところなんでね。そしてセット、ここは特に問題ないですね。ここあ、一番ペタッとなりましたね。ほら、めちゃくちゃコンパクトっす。でこれ使うとき問題あるんかな。ほらシュッとしてる。使うと、あ、問題ないっすよ。あ、ここがいいんじゃないですか。僕はこれで使うと思います。またなんか問題があったら言いますね。はい、ということでこれいいっすね。ちょっと便利になりそう。ということでランディングジョイント、ネットリサーサー付きのレビューでした。よかったら購入してみてください。あとよかったらいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。